激セマ水産です。お世話になっております。というわけで本日カットするフィッシュがこちら、スッポンでございます。はい、というわけでね、本日カットするのはスッポンということでございますので、タイトルにもあったと思いますが、やはり衝撃的なと言いますか、若干刺激の強い映像になるかと思われますので、もしお子様などがご覧いただくときにはタイムスタンプとか後でつけときますので、出血ですとかね、そういうシーンが少ないシーンから見ていただければなと思います。ちっちゃいうちからあんまり流血とか見てるとね、将来こじらせた中二病とかになっちゃう可能性がありますので、では本日も早速フィッシュをカットしていきましょう。あっ、はい、というわけで早速ですが、こちらすっぽんでございますね。さばいていこうと思います。ただね、私魚さばいてた経験はあるんですけれども、すっぽんは完全初見なんですよね。なので事前にめちゃくちゃ YouTube とか見てさばき方とか見てました。とりあえずすっぽん首から落とすらしいんですよ。で、首根っこをひっつかまなきゃいけないんで、こうやって裏返しますね。裏返すと首グイーンと伸びるんで、ここをギュイッと掴んじゃいます。はい、でこのように掴めたら、ここ戻らないうちに包丁入れちゃいますね。ごめんね、痛いよね、ごめんね。なるべく早くね、済ませるようにするからね。よいしょ、今ね、骨が切れた感触がありましたので、この横の部分まで包丁を、ああ首が戻ってしまいました。はい、ではね、無事もう一度首がつかめましたので、横のところにも包丁を入れて、ああ何回やんねん。はい、じゃあ首を伸ばして捕まえて、よし、じゃあこの状態でここから包丁を入れちゃって、はい、ではそうしましたら、そのまま首を落としていきます。ごめんねー、よいしょ。はい、ではすっぽんの首が今取れました。はい、じゃあすっぽんの首はね、こちらに置いておきます。まだ若干動くんだよな、ごめんね、首切っちゃったよね、痛かったよね。ポンちゃんって呼んでいい？今日一緒に動画撮っていこうね。じゃあこちらの胴体から出た血はね、こちらマグカップに移しておきます。でちょっと首切るのに失敗しちゃったんで、血がもうドバドバ出ちゃってるので、あんまり血は取れないんですけれども、まあ、とりあえずね、お味見程度にこちらのマグカップに血が取れました。よし、ポンちゃん今日一緒に動画撮っていこうね。でまずはね、こちらのポンちゃんでございますが、このエンペラっていうんですかね、柔らかくなってるところと甲羅の境目があるんで、ここからね、包丁をまず入れていくみたいです。この辺かな、硬いんだよな、全然。この辺から入れていけんだろ、この辺かな、あ、ちょうどね、甲羅がこういう風に入ってるみたいですね。大丈夫かな、そこ甲羅かな、エンペラかな。もうこの辺にあるとね、完全に柔らかいんでエンペラなんでしょうけど、ぐいっとこう丸い感じで甲羅を取っていっちゃうみたいですね。若干甲羅切ってる感もあるな、この辺かな、よいしょ。はい、ではこれでね、甲羅のところが多分取れてるので、あとは甲羅と身の境目に沿って包丁を入れていきますね。内臓と甲羅を剥離させていくためですね。ここをグッと引っ張りながら甲羅に包丁を入れていくといい的な感じで YouTube で見ました。今やってるのもね、 YouTube なんですけれども、よいしょ。でこっち側入ったら反対側も同じように入れていく的な感じらしいです。よいしょ。いやー、激島水産史上一番大出血してますね。これは本当、お子様とかこういう流血とかね、内臓みたいなやつ苦手な方にとってはすごくショッキングな映像になると思うんで、タイムスタンプとかで実食シーンとかくらいまで飛ばしてご覧になっていただければと思います。すごい、甲羅と内臓がくっついてる皮膜がなかなか切れない。やっぱり魚類と爬虫類ではね、全然構造違いますね。骨も硬い。はい、じゃあこの辺まで切れたらさすがにね、剥がれるでしょう。ということで、つながってるところをずいっと切っちゃって、あ、首がここまであったんだな、首途中で切っちゃったからつながってたのか、そういうことか。よいしょ。はい、
じゃあ、あとはね、ベリベリベリっと剥がしちゃって、甲羅を剥がしていきましょう。よいしょ。はい、でいろんな動画でも言ってたんですけど、ちょっとねこの尻尾のところがつながってるところがね切りづらいらしくて、実際今そこが引っかかってなかなか切れなくなってます。むずよし、じゃあこの辺で尻尾とのつながりの部分は切れたかな。いやここめっちゃ硬い、何これ、筋何なんだろう、ここごと切っちゃえばいいかな。よいしょ。はい、ではではこちらで甲羅が取れましたね。はい、ここ尻尾の甲羅でございます。ポンちゃん甲羅取れたよ。ポンちゃんもう動かなくなっちゃいましたね。はい、ではでは甲羅が取れたということで、ここからは内臓ですね、分けていきたいと思うんですけれども、苦玉のところと、あとは膀胱を潰しちゃいけないっていう風に動画で見ました。なんかめちゃめちゃそれ潰しちゃうと臭いらしいんでね。ただ正直なんか魚とかと違ってあんまりもうどの内臓がどの部位みたいのがよくわからないので、まずはこうつながってる筋とかをね外していって、内臓は内臓で一回全部外しちゃいましょう。まあ、ポンちゃん本人にはね見せないようにポンちゃんはこっち向いておいてもらって、今日はねいつも一人で魚さばいてるからね、実は寂しいんだ。今日ポンちゃんがね一緒にいてくれるから、初めて一人じゃなく二人でね動画を作るって感じがしてね、寂しくならずに済んでワクワクしてるよポンちゃん。はい、ということであらかたねポンちゃんの内臓が一通り取り終わったんですけれども、ちょっとねどこをどう食べればいいとか内臓まで申し訳ない、ちょっとわからないので、今回内臓はパスしておきます、さよならです。はい、ということでこの状態までなったら、あとはね確かこの辺からこう包丁入れるんですよね。よいしょ。あ、エンペラだから柔らかくて切りやすいな。ここら辺もこんな風にザクッと入れちゃって、でこっち側も同じですね、ザクッと入れちゃって、ここもザクッと入れる。じゃあ、あとはそうしましたら、ここの腹側の甲羅の部分ですね、こっから包丁を入れていくみたくて、動画で見たのはねなんかこっからこんな感じで入れてたんですよね。うん、入りやすい。こっからこういう風に入れちゃって、甲羅を腹側も外していっちゃいます。とりあえずこの辺まで来るとなんか硬いのに当たるから、とりあえずねここはここで取っちゃいましょう。こっちはどっちだ、後ろ足か。はい、後ろ足の部位ですね。はい、じゃあここでね後ろ足の部位が取れました。あとねここエンペラ、ここが美味しいらしいんで、このエンペラは外していっちゃいましょう。よいしょ。じゃあこれでねエンペラの部分は外れました。ここはねすごい美味しいとこらしいんで大事に取っておきましょう。はい、でここ後ろ足の部位ですね、後ろ足の部位はひっくり返しちゃって、この尻尾のところは食べられないんで、ここからねこういう感じで V 字な感じで入れていくらしいんですけど、魚の骨と違ってねしっかり関節に入れないと切れてくれないんで、かっこいいね。はい、じゃあ後ろ足の1個取れました。はい、じゃあ尻尾のところは取れましたね。じゃあ尻尾のところは食べないようなのでさよならです。はい、でこれでね後ろ足が2つとも取れました。そうするとあとはこの前足の部分ですね、前足の部分もこの甲羅から外していっています。ここはねもうちょっと魚の身を外すみたいな感じでスイッとこう入れてきちゃって、よいしょ、ここも反対から入れちゃって、あとはね皮だけ切っていけばいい感じかな。よいしょ。はい、じゃあね前足も1個取れました。じゃあこちら側の足もここから包丁をスイッと入れてっちゃって、よいしょ。はい、では無事無事こちらスッポンの前足も取ることができました。はい、でここがね腹側の甲羅の部分ですね。はい、こちらもね出汁にはなるでしょう、置いておきましょう。はい、そうしましたら最後にねポンちゃん、ポンちゃんの頭の部分もね処理をしていこうと思います。でポンちゃんこの顎のところにね顎の骨があるんで、ここのところにねこう三角にねまず包丁を入れちゃって、こちらも同じようにスイッと三角に包丁を入れちゃうと、はい、そうすると顎のところのね骨が出てくるらしいんですけれども、ちょっとよくわかんないな。あ、これだ。こうやってねちょっと引っ張り出した感じになりましたけれども、顎の骨が出てきましたので、はい、これね、ここが顎の骨です。これがなければね、もう噛むことはできないんですけれども、その前からね、ポンちゃんも動かなくなっちゃってたんで、残念ですけれども、じゃあここの顎の骨のところから、うつっと頭を落としちゃいます。はい、じゃあこれで
ポンちゃんの頭が取れて、あとは可食部になったんですけれども、なんか本当はね、中に食道とかが通ってて、その食道とか抜くらしいんですけど、ちょっとね自分しくじっちゃったんで、こっち側にね首の肉がついちゃってるから、食道とか多分こっちの中に入っちゃってるんだろうな。なんでね、まあ今回は初めてなので細かいことは気にせずに行こうと思います。ではでは、そうしましたらもう血まみれスプラッターの状態ではありますが、こういう動画っていう風に割り切っちゃって、このままやってっちゃいます。この手とかの先のところはどの道食べないんで切っちゃうらしいんで、そんなにうまいこと切れないな。いっか、この辺は普通にブツッと手だけ切っちゃおう。よいしょ。これもね、ダーンと叩ければ簡単に切れるんですけれども、切るとなるとなかなか大変ですね。はい、じゃあこれでね、ポンちゃんの手が一つ取れました。はい、手かな足かな、ちょっとどっちだか分かんないですけれども、こっちも同じようにね切っていっちゃいましょう。手足をね全部バラバラにしていきます。ということでね、一通りバラバラにし終わりましたので、一旦水洗いをしちゃいましょう。はい、ではではすっかり綺麗にね、先ほどポンちゃんだったものですね、まあ、バラバラになったもの、綺麗に水洗いができました。ということでね、このエンペラでとか、この甲羅の部分とか、すごい薄皮がついてて、そこが硬くて食べられないらしいんで、今隣でねお湯を沸かしてますんで、そこで霜降りをしちゃってから鍋に使っていくという手順みたいですね。はい、はい、というわけでお湯が沸いてきました。だいたいね、沸騰する前80度ぐらいをキープしておくといいらしいです。じゃあまずはね、このエンペラのところから入れていっちゃいます。はい、じゃ甲羅のところもね入れていきましょうか。よいしょ。はい、であと身のところはね、ほとんど皮とか処理しちゃったんで、ほぼほぼ薄皮とかもねついてないんで、さっとだけ湯がく程度でいいと思いますんで、さらっと入れちゃいます。はい、ではさらっと霜降りができましたら、こちらですね、ザルに取っちゃって、ざーっと開けていっちゃいます。はい、そうしましたら、このお湯は捨てちゃって、はい、水を入れてっちゃって、冷水に取っていっちゃいます。はい、ではでは冷水に取れましたので、あとはね、この殻の部分とか、このエンペラのところね、薄皮があるので、こちらの薄皮をねペラペラっと剥いていきたいと思います。これが存外難しい。この皮むきはね相当細かい作業なんで、もうちみ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 やっていくしかないんで、動画としてはね剥き終わったところまで飛ばしましょう。はい、ではでは薄皮むきはねちみちみと完了いたしましたので、今日はねスポンお鍋でいただきたいと思いますんで、そのねお鍋の具として唯一ネギだけ使っていこうと思います。でね、焼きネギにしていこうと思うんで、もうこのぐらいのね等間隔でもうまっすぐブズッと切っちゃって、おネギもねちょっと奮発していいネギを買ってきちゃいましたよ。何しろねすっぽん1匹5000円でございますからね、本日1食に5000円かけようとしてるわけです。この激スマ水産、貧困の象徴とも言われるこの激スマ水産が1食に5000円をかけようとしてるわけですよ。なのでね、せっかくならネギもいいものということでね、今からこちらのネギね、お鍋に普通に入れる前に焼きネギにしていっちゃいますので、こちらにねこのように並べていっちゃって、そうしましたらね、このバーナーでね炙っていって焼き目をつけていきます。はい、ではでは焼きネギがいい感じに焦げ目がついてきましたので、ではこのままね先ほどのすっぽんと一緒にお鍋に移動していきましょう。はい、というわけでこちら黙々と湯気が上がっております。こちら鍋つゆはね普通に顆粒だしと鍋つゆだけで仕立てております。ではまずはねこのすっぽんから入れていこうと思います。すっぽんのね、じゃあ腹のところの甲羅からまず入れちゃって、で続いてねこちらエンペラ、いやエンペラね、この薄皮ちみちみむくのほんと大変でした。これ料亭とかでそれは高いの分かるわ。ということでエンペラが入りましたら、あとはね身をドボンドボンと入れていっちゃいます。はい、じゃあドボンドボンと身が入りましたら、そこにねこちらの甲羅目立たせたいんで、こういう感じで浮かべていっちゃいましょうか。ではそうしましたら、あとはねこちら具材のおネギですね、おネギを周りに浮かべていきましょう。はい、ではおネギが一通り入りましたので、あとはこちら蓋を閉めまして、ひと煮立ちさせましたらすっぽん鍋完成です。ではでは本日もいただきます。
ポンちゃん、なんで死んでしもたんや。ポンちゃん、今日は一人にしないよって言ってくれたやんけ。ポンちゃん、でもね、そんなポンちゃんもね、これからこの激狭水産の体の中に入って、今後はね、一緒に生き続けるということで、命をいただくとはこういうことなんですね。やっぱりね、激狭水産キッズチャンネルかつ学習チャンネルでございますのでね、そういう命の尊さを学ぶということもね、このチャンネルを通して知っていっていただけたらなというふうに思っております。はい、ではではこちらの器にポンちゃんが取り分けることができましたので、早速でございますが食べていきましょうか。まずはね、スープから味わっていきましょう。いかがなものでしょうか。いただきます。うん、意外にあっさりとしてるというかね、もう全く癖がなくて、もうなんならこう普通に鶏肉と野菜とで炊いたようなお鍋っていう感じの出汁ですね。全然すっぽんっていうね、爬虫類の独特の臭みみたいなのは全く感じないです。美味しいですね。ということでね、早速ですがこちら身ですね。意外とね、まあ、5000円の割には可食部少ないっちゃ少ないんですけれども、思ったよりも肉が結構ついてるなっていう感じではありますね。この辺なんかね、ガブッと食いついていけちゃいますんで、早速ですがいただいてみましょう。人生初すっぽん、いかがなものか。いただきます。うん、めちゃめちゃあっさりしてますね。全然癖がなくて、もう食感的にはちょっと筋っぽい鶏肉っていう感じですかね。もうこれ鶏肉だよって出されたら全然わかんないなっていう感じでございます。え、何これ、俺がバカしたってこと。とりあえずとにかく癖がなくて食べやすいってことは間違いないです。ということでね、ここですよ、ここエンペラの部分、ここがもう美味しいっていう風にね聞いておりますんで、ここ楽しみにしておりました。ここいっちゃいましょう。いただきます。うん、プルプルでめっちゃ美味しい。あんこうの皮みたい。あんこうの皮とか鍋にするとこんな感じでプルプルになるんですけれども、ほんとそんな感じ、もうコラーゲンの塊って感じですね。めちゃめちゃ美味しい、これ。あとはね、せっかくなんでね、こちらおネギもいただいてみましょうか。うん、ネギの味。はい、ということでね、こちらもう気になってたと思うんですけれども、血液でございます。ポンちゃんの血液。なんかお店とかで出すときってリンゴジュースとかで割って出すっていうイメージがあったんですけど、なんか正直動画でそれってあんま面白くないんじゃないかと思って、そのまんま飲んだろうと思ってたんですけど、全然ねできない。なんでって、あっという間に固まっちゃうんですね。もう凝固が早くて、全然ひっくり返しても血が垂れてこないぐらい固まっちゃうんですよ。だからリンゴジュースとかで割ってるんだなっていうことが学習できました。というわけでね、こちらについてはそのまま飲むことはできなかったんで、やっぱり割り物必要ですね。ということで本日もエナジー注入1本いただきます。はい、ということで本日はモンエナ with ポンちゃんの血液ということでね、こちらに注いでいっちゃいたいと思います。じゃあこちらにね、なみなみと注ぐことができましたら、こちらマドラーですね、固まっちゃってる血液をぐる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 と混ぜていきましょう。見て、なんかめちゃめちゃ泡立つんですけど、ビールみたい。やった。はい、ということでモンスターエナジー with ポンちゃんの血液、いかがなもんでございましょう。いただきます。美味しいございます。ポンちゃんの血液成分どこ行った、全く感じないですけど。というわけでね、あとはのんびりと味わっていきます。では、本日もごちそうさまでした。というわけでね、本日はすっぽんを鍋でいただいたんですけれども、このチャンネルはね、収益化などとはね全く程遠く、夢のまた夢ということで、今回はね血なんかドバドバ出してるわと思ってやってみたんですけれどもね、ただポンちゃんね、首を切る時に一撃で仕留めてあげられなかったっていうところがね、すごく申し訳ないなっていうふうに思いまして、次もし機会があれば一撃で首を落としたいなというふうに思いました。というわけで本日の激狭水産はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。またね。